情報を入手せよ。はい、どうも、弱者空の高田です。今日はですね、ライバルと差をつけろ、セドリ情報戦略ということでお話ししていこうと思います。この動画を見ているあなたは、情報収集っていう風に聞くとどんなイメージを持たれますか？難しそうだなとか、どういう情報が必要なんかなとか、どういう風に集めていったらいいんかなみたいな、なんか若干難易度高そうだなみたいな、そういうイメージありませんか？僕はですね、ありました。情報収集って聞くと007のね、スパイ映画のような、結構難しそうだな、まあ、そういうイメージがあったんですよね。これセドリに限らず、情報を制する者が最終的に勝者となって微笑むわけなんですよね。そこで今回はセドリで毎月しっかり稼いでいくために、どういう情報を入手しないといけないのか、どういう手段があるのかっていうのを皆さんに徹底的にお話ししていこうと思います。情報収集って言われてもピンとこないなみたいな、もうそういう方はぜひこの動画最後まで見ていただいて、セドリにおける情報をね、もう完璧に制して、自分の理想の未来、理想の人生っていうのを手に入れていきましょう。というわけで本題の方入っていこうと思います。前提として、情報を収集しようと思ったら、入手する情報っていうのを限定していく必要があります。サラリーマンの方ならよくわかると思うんですけど、例えば会社に新卒で入社するときとか、会社のね、転職するときとか、新しく入ろうとしている会社について結構よく調べますよね。で、あれが情報収集なんですよ。入社しようかなっていうふうに思ってる会社について情報収集するときって、自分の優先事項っていうのを決めているはずなんですよ。どういうことかっていうと、僕の会社に対しての優先事項っていうのは、とにかく楽な仕事っていう感じでした。サラリーマン人生で自分の人生を会社に注げたくないな、みたいな。できるだけ楽な会社に入りたいな、みたいな。もうそういう願望があったんで、楽そうな会社っていうところを主軸として情報を収集していたんですよ。人によってこれ違うと思います。例えば、自分は会社の給料面を一番優先事項において、ここは年収どれくらいかな、ここは月収どれくらいかな、みたいな。っていう形で収集していったりとか、やりがいっていうところに重きを置きたい。だからこそ、自分のやりたいことって何なんかな、この会社ってどういうことをやってるんかな、この会社って本当に自分がやりたいことをやれるような会社なんかなみたいな、こういうところに重きを置いて情報収集するわけなんですよ。集める情報に対して限定させていくんですよ。いろんな情報をとにかく引っ張って引っ張って集めまくってると、もう何が何だかわけわからんみたいな、そういう状態になってしまうんですね。だから集める情報は限定するっていうことをやっていく必要があります。で、まあこれは余談になるんですけど、結局僕が入った会社は全く楽な会社じゃなくて、設計する会社だったんですけど、もう会議に出たりとか、上司から異常な量の仕事を振られて、それをね、明日までにやってくれっていう風に急に言われたりとかっていう形で、もう全然楽な仕事じゃなくて、だからこそセドリで脱サラするっていうところをね、目指し始めたわけなんですけど、セドリ初心者さんがね、情報収集していくためには、どういう情報をね、集めていかないといけないのか、二つの情報さえ集められたら、もうしっかりね、稼いでいけると。で、それが何なのかっていうと、まず一つ目の情報、それがですね、仕入れ先の情報になります。例えばなんですけど、この商品ですね、任天堂スイッチのゲームキューブコントローラー、こちらの商品ですね、今プレミアがついているわけなんですよ。今1個あたりだいたい800円くらいですかね、利益が出るっていう形になってるんですけども、この商品が一体どこに置いてあるのかっていう情報をね、集めていかないといけないんですよ。この商品がどこにあるのかっていうことさえ分かったら、800円利益が出るっていうことが分かっているわけですから、もうあと仕入れに行けば利益が出せるという形になってくるんですね。だからここの仕入れ先の情報っていうのはめちゃくちゃ重要になってきます。どういうふうに具体的に情報を集めていくのかっていうと、一つが電話ですね。一店舗一店舗しっかり電話していって、在庫状況を聞いてもらって、そこで情報を集めるっていう手段があります。で、もう一つとしてはアプリですね。例えばゲオのアプリであったりとか、ビッグカメラの公式サイトであったりとかっていうところで、商品についての店舗ごとの在庫状況っていうのをチェックできるんですよ。こういったアプリとかサイトをね、駆使していくことで、この仕入れ先の情報っていうのを入手できるという形になってきます。二つ目が商品の情報になってきます。で、どういうことかっていうと、いわゆる流行っていうものになります。商品にはですね、流行りと廃りがあります。商品が流行っている時は、もう需要がですね、集中して一気にですね、高騰プレミアになって、その商品でかなり利益が出せるという形になってくるんですけど、流行りと逆の廃りの状態になってしまうと、需要っていうのがね、低下していって、もうどんどん価格も下がっていくわけですね。セール品とかで売られていったりとか、で、Amazon 上もですね、それに伴ってどんどんね、値段が下がっていってしまうみたいな、まあそういう状況になってしまうわけですね。だから流行りと廃りっていうのを、見極めていく必要があります。
その時に必要になってくるのが情報ですね。その商品がみんな注目して話題になっている商品なのか、はたまたそうではないのかっていうのを情報によって見極めていきます。その見極める際によく使うアプリ、サイトっていうのがツイッターになります。ツイッターのですね、いいところっていうのが、いいね数とかリツイート数っていうのをもう数値でそのまま見ることができるっていうね、ここがめちゃくちゃいいところになってきます。例えばこの商品が発売されますよっていう風になった時に、いいねの数とかリツイートの数とかっていうので、この商品に対して需要があるのか、この商品が話題になっているのかっていうのを一目瞭然で分かることができると。商品が流行っているのか、はたまた廃れているのか、丸分かりという形になってきます。その他に流行りか廃りを見極めていく方法としては、自分の経験とか場数がね、ここは物を言うような形になってきます。そこがですね、まだちょっと踏めてないなっていう方は、背取りの仲間とかね、こういうところを作っていって、あ、この商品結構流行っていってるよねとか、この商品のカテゴリー全体的にプレミアになってないかなみたいな、そういう話がね、結構できるような相手とかがいたら、そこからね、直接情報を得て自分のね、その背取りに活かすことができるっていう形になってきますので、情報を集めていく一つの手段として手取りの仲間っていうのも作っていけるような意識して動いていっていただけたらなと思います。実際会社でもそうじゃないですか。会社の職場の中で仲のいい人がいたら、今日朝からあの上司結構機嫌悪いから結構話すとき注意した方がいいよみたいな、そういう情報はね、収集できたら、今日一日ですね、もうその上司にだけは注意して動き回っていけるわけじゃないですか。何か一つ取り組むときに、一人ですね、仲いい人とか、まあ、仲間とかがいたら効率的に動いていけるっていう形になってくるので、仲間を作るっていうのも一つのね、手段になってくるかなと思います。まあ、ただですね、僕はですね、会社時代もう本当に会社が嫌すぎて、仕事が嫌すぎて、仲のいい人ってあんまり作ってなかったんですよ。そのせいでですね、機嫌がいいとか悪いとかね、全然判断できずに、上司にね、よく怒られたりはね、結構してましたね。職場で機嫌いい悪いで人に怒るってどうなんて思いますけど、はい、これね、仲間とかっていたらね、力強いと思いますので、そういうところもね、一つ考えていっていただけたらなと思います。というわけで、今回ですね、背取りの情報戦略ということでお話ししてきました。最後になるんですけども、動画見終わった後ですね、仕入れ先の情報と、商品についての情報、この2つをですね、徹底的に集めていっていただけたらなと思います。僕もですね、正直この情報収集ってめちゃくちゃ苦手でした。背取りに限らず会社においてもそうですね。会社について情報を集めるっていうのも当時結構難しくて、だからこそ僕が選んだ会社は座れるっていう理由だけでその会社を選んだんですね。結果的に大失敗だったんですけど、はい、ここの情報をしっかりと、まあ、精査して、自分がですね、居心地がいいような会社っていうのをですね、選別できていれば、また違ったね、結果になっていたと思うんですよ。社畜になんかならなくて済んだと思うんですよ。この情報を制するっていうところはものすごく大切なところになってきますので、ぜひこの情報収集っていうのを意識して取り組んでいただけたらなと思います。で、実際ですね、背取りやっていく中で情報収集しようと思っても、じゃあ店舗について具体的にどういう情報が必要なのかなとか、商品出して説明したんですけど、他に必要な情報って何があるのか、在庫のあるなしだけじゃダメですよね。在庫量とかも結構ね、重要になってくるので、じゃあどういう風に集めていったらいいのみたいな、でそういうところで行き詰まってしまうっていう方は、ぜひですね、僕の、公式の LINE アットで直接ご相談いただけたらなと思います。実際ですね、僕も、もうかなりね、失敗ばっかりの人生だったんですけど、それだからこそ皆さんにね、お伝えできること、たくさんあると思います。僕ももともとガチガチの社畜だったんですよ。だからこそお伝えできること、たくさんあると思いますので、ぜひですね、この公式の LINE アットの方へ、直接のご相談っていうのもお待ちしております。というわけで、こんな感じでですね、これからも本業はサラリーマン。で、副業で背取りやろうと思っているっていう方に向けた背取りの動画っていうのもこれからも発信していこうと思ってますので、ぜひ背取りについて勉強したいとか、深く理解したいとか、マジで仕事行きたくないっていう方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画を見ているあなたに重大なお知らせがあります。今僕の公式 LINE アットにご参加いただけると、期間限定今だけ無料で僕がやっている背取りのオンライン講義を受講いただけます。毎日満員電車で揺られ、上司に怒られ続けたダメサラリーマンだった僕でも、たった半年で脱サラできた、その背取りに対する考え方、戦略、手法を全て学ぶことができます。参加方法は超簡単。この動画の概要欄にある僕の公式 LINE をクリックして、友達追加していただき、軽いアンケートに答えていただくだけですぐに受講可能となっております。すでに公式 LINE に登録済みの方はアンケートと送っていただければ参加可能になってます。それではあなたのご参加をお待ちしております。ありがとうございました。